名古屋市水穂公園は愛知県名古屋市水穂区にある公園である。なお、公園内には東児童園、南児童園などの無料施設と、陸上競技場などの有料施設が並存しているが、有料施設部分を水穂運動場と総称している。なお、東横項目では水穂運動場についても合わせて記載する。施設は名古屋市が所有し、 財団法人名古屋市教育スポーツ協会が指定管理者として、水保公園及び水保運動場を一括で運営管理を行っている。2015年4月1日から名古屋市水穂区に本社を置くガスキング、給湯器の製造、販売会社であるパロマが、水保運動場に関する命名権を取得しており、水保運動場は、パロマ水保スポーツパークの故障を使用している。 愛知県名古屋市による共同開催の2026年アジア競技大会ではメイン会場となる予定。陸上競技場北陸上競技場田辺陸上競技場2021年6月26日新規会場予定。アジア大会に向け田辺陸上競技場の跡地に建設された。なお田中陸上競技場の機能はレクリエーション広場に移転された。 レクリエーション広場ラグビー場スモーバーテニスコート2015年1月、パロマが名古屋市水保公園内の水保運動場に設置されている14の施設の命名権のスポンサー候補に選定され、2月9日に名古屋市はパロマが命名権を取得したと発表した2015年4月1日から3年間の契約であり、以下の故障を使用している。なお、命名権採用後は、 基本的に上記の名称を使うことになっているが、クリーンスタジアム規定が適用される FIFA 主催、主幹サッカー国際試合で陸上競技場が使用される場合、水保運動場内のすべての施設が正式名称を使用する。ありがとうございます。